ノースアンナ原子力発電所とは、アメリカ合衆国バージニア州ルイーザ軍で創業している原子力発電所である。原子炉形式は、ウェスチングハウス社製の加圧水型原子炉。日本語では、ノースアンナ原子力発電所とも表記される。運営者は、ドミニオンバージニア州電力公社及び、オールドドミニオン電気共同組合である。ノースアンナ原子力発電所は、人工湖を持つ。 発電所として開設された。これは原子炉二次冷却水を冷却するために使うためである。人工庫にはノースアンナ川から水が引かれて常に貯められている。近年の調査では人工庫は自然環境に影響を及ぼしていないと示唆されている。2003年3月に運転免許の20年延長が認められた。ノースアンナ原子力発電所。 サリー原子力発電所 L アプリケーション。アメリカ原子力規制委員会。2011年5月28日閲覧。コンバインドライセンスアプリケーションドキュメンツーノース、アンナ、ユニット3アプリケーション。NRC、2019年10月23日、閲覧。米ノースアナ原発、バージニア州の地震で外部電源が喪失。 http://www.bloomberg.co.jp:/news:/123:/lqegky1k74e901 と html2011 年8月24日閲覧。ベートーブで M5.8 シンポジウム東海地震で浜岡原発は大丈夫か。2011年9月14日閲覧。検証。 国策民営原発開発の意図、東電不正事件と国の責任。2011年9月14日閲覧。ありがとうございます。